はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファナムです。今日もですね、朝鮮近代史は1905年から5年のですね、日韓、保護条約からですね、そして1919年の3.1独立運動までについてお話をしていきたいと思います。このチャンネルでは韓国を旅しながらですね、その背景となっている歴史的な背景やそれから文化について解説をしていきます。ご視聴をよろしくお願いします。伊藤博文ですね、伊藤博文が特命全権大使として派遣されながらですね、閣議を招集します。その当時はですね、8人の大臣がいたというんですけども、この大臣に対してですね、日韓の保護条約、第二次日韓協約をですね、締結するようにということで、迫っていくんですけども、そのうちの5人がですね、それに対して、非難をしなかったり、または賛成したということで、ウルサ保護条約にちなんでですね、ウルサ五族なんと言って、韓国ではですね、かなり良くない、そういう評価を受けている大臣ですね。でその後ですね、東韓府をですね、このソウルに、今のですね、キョンボックンですね、キョンボックンの前にですね、東韓府を置いて、そして外交権すべてをですね、朝鮮の外交権を奪っていくというような流れになります。それに対してですね、朝鮮側としてもですね、このコジョンがですね、このオランダのハーグに、密使というんですかね、3人の密使を送りながら、そしてこの世界にですね、この、朝鮮のですね、状況を、知らせていくというような計画を立てるんですけども、このハーグですね、万国平和会議という、この実際はですね、植民地に対するそういう文化調整の会議であったがゆえに、朝鮮の主張はなかなか受け入れることができなかったということなんですね。それに対して、その内容がですね、実際には漏れてですね、そして日本側に通達されながら、今度はですね、このコジョンをですね、退位させるというようなところになっていきます。で、コジョンが退位することによって、次のですね、スン・ジョンという人が結局は上位をして、そして王様になっていくということですね。そういう中で第三次日韓保護条約を結んでいきます。このことによって、最終的にはですね、政治を完全に支配していくと、軍隊ですね、軍隊を解散させて、そして、完全にこの日本のですね、その憲兵警察が、この朝鮮を、管理していくというようなところになってきます。それに対してですね、義兵闘争がかなり、朝鮮内部においてですね、全国的にその反乱が起こってですね、その義兵闘争というのはどちらかというと、ゲリラ的な要素が含まれていてですね、日本のそういう近代的なその兵器にはですね、なかなかこの立ち向かうことができなかったと。でその中でですね、安潤軍というですね、安住坤ですね、安潤軍という、人物なんですけども、この人物が伊藤博文をですね、1909年にですね、暗殺すると、射殺するという、事件が起こります。で安潤軍はですね、ファンヘドという、北朝鮮のですね、その地域で生まれたヤンバンのですね、ヤンバンの家系に生まれてですね、そして10代でキリスト教クリスチャンになったというような背景があってですね、その当時のその愛国啓蒙運動に参加しながら、もう言論やですね、そういった新聞を通してその朝鮮の独立をですね、訴えていったという人物であります。特にですね、狩猟が得意だったということで、かなりその銃のですね、腕前が良かったということですね。実際はその伊藤博文がですね、このロシアとのですね、協議、この満州における協議のためにですね、ハルビンに訪れていくんですけども、その時に、安潤軍がその伊藤博文をですね、射殺するということになります。
で彼はですね、旅順で、まあこの旅順で、まあ、韓国に入るんですけども、まあ、その時に、まあ、監修だった千葉東七という人物がですね、この、まあ、安順軍のですね、まあ、姿勢とかですね、生活態度とか、それから、まあ、教養とかですね、そういったものに、まあ、かなり、まあ、感動してですね、そして、まあ、この安順軍が死刑した後もですね、生涯においてこの安順軍を慕ってですね、霊を祀ったということの逸話があります。で、安順軍はその捕まってからですね、15個の日本に対する罪があるんだということを訴えたりとかですね、それから、まあ、東洋の平和論ということを、まあ、訴えながらですね、まあ、最終的にはそれが完成はしなかったんですけども、朝鮮と日本とですね、中国は、まあ、その西洋の列強に対してですね、立ち向かって、そして、まあ、一緒になってですね、平和を作っていかないといけないというような話をしたということであります。はい、その後ですね、まあ、義兵闘争からですね、最終的には独立運動までですね、その運動が、まあ、展開していくんですけども、1910年に、寺内正武がですね、今度はですね、今までは東莞府と言いましたけども、まあ、総督というような立場でですね、まあ、ソウルに入ってくるわけですね。日韓併合案を、まあ、提案して、最終的にはこの日韓併合案がですね、まあ、調印されるというところになります。まあ、その後はですね、憲兵警察が、まあ、韓国全土をですね、まあ、この管理していくということであったりとかですね、まあ、それから税や戸籍を整理したり、道路を改修したりですね、それから、まあ、農業を改良したりとかですね、土地の調査事業を行って、まあ、申告制にして、そして所有者をですね、まあ、明らかにしていくというような作業をしてということですね。まあ、その当時ですね、日本からですね、4万人の移住やですね、まあ、この韓国の土地にですね渡って、そして、まあ、地主になったというふうな背景があります。まあ、こういった中でですね、朝鮮のそういったいろんなも土地調査事業においてですね、この許可制によって、そして人民をですね、まあ、近代化して治めていくというようなことをしました。で、それに対するですね、まあ、民衆の反発がですね起こって、そして、まあ、民族運動家が中心となってですね、そして、こういった義兵運動が起こっていくんですけども、まあ、1919年1月にですね、まあ、古城は亡くなります。それに対して1919年の3月3日にですね、まあ、葬儀を行う予定だったんですけども、1919年2月の8日ですね、8日に、まあ、東京にあるですね、神田キリスト教青年会館に、まあ、留学生等々がですね、集まって、まあ、600人がですね、独立宣言をしたということですね。で、それに対してですね、まあ、ソウルでは33人のですね、まあ、民族代表、まあ、大体宗教指導者なんですけども、天道教とかキリスト教とか仏教の宗教指導者が集まって、そして独立宣言文を、その当初はですね、そこまでその、まあ、自衛行動とかですね、それから、まあ、こういった行進、自衛行進ですね、行う予定ではなかったんですけども、まあ、33人の民族代表がですね、まあ、その署名運動をしたと、宣言文を書いたということで終わるはずだったんですけども、まあ、それを、まあ、波紋がですね、どん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 広がりながらですね、まあ、実際そういった古城の、まあ、死ということもあってですね、まあ、民衆がそれに呼応しながら、まあ、パゴダ公園、まあ、今もソウルにあるんですけども、そこで自衛行動が、まあ、始まって、そして暴動に移っていったということですね。まあ、これが5月ぐらいまでですね、数ヶ月続いて全国に広がっていって、まあ、劉漢順というですね、まあ、岩学堂、岩白丹といいますけども、この岩女子大学の前身になる学校に通っていた、まあ、女性ですね、女子学生も、そういった民衆に火をつけてですね、そして全国的に展開していってというようなになります。で、1912年や1917年にですね、まあ、中華民国が成立したりとか、まあ、ロシア革命が起こったという背景もあってですね、まあ、こういった民族自決ということに、まあ、反応しながらですね、そして、まあ、独立をですね、勝ち取っていくんだというようなことが行われました。
まあ、それ以降ですね、まあ、インドの非暴力運動とか中国のですね、五四運動にまで、まあ、波及したということですから、まあ、韓国においてはですね、この三一独立運動というものですね、まあ、国においてはとても重要な、まあ、歴史的な、まあ、事件であったというふうに捉えています。まあ、それ以降ですね、まあ、200万人が参加したと言われているんですけども、まあ、死傷者が7000人ほど出たりとかですね、まあ、検挙数においても、まあ、4万人ぐらいですね、検挙されたというようなところで、まあ、かなり大きなその運動として、この朝鮮 全土にですね、まあ、波及していったということで、まあ、大きな運動としてですね、韓国では捉えられています。今日はですね、この日韓保護条約から、それからこの民族運動としてのその三一独立運動について、